はい、尾形梨沙です。今回の動画はこちらすごいタイミングで来てくれましたが、こちらの、クラッシエの不思議発見、つかめる不思議玉といったこういったお菓子ですかねをコンビニで猫が見つけたので早速作りたいと思います。はい、改めましてこちらのつかめる不思議玉お菓子みたいなんですけど作りたいと思います。猫が、はい、ねるねるねるとか子供の頃やっぱり CM を見てスーパーにいた時買ってもらった記憶とかもあるんですけど、あ、ほんとそんな感じ、懐かしいですね。ちょっとということで中身は2種類、ソーダ玉の素とぶどう玉の素、そして不思議ジュースの素、そしてこのトレーとスプーンが入っています。まずトレーを切り離します。で水も用意してあるんですが、これの内側の線にまで水を入れます。それぞれ全部そうですね。で約玉の素を注ぎます。どういうことだろう、はい、粉も入れて70回混ぜると書いてあります。入れてます。はい、内側に線があるんですけどそこまでは入れました。ここに置いても見えないですもんね。でも粉を、はい、では3つの容器かな、こっちは2つに分かれてるんですけど線の部分まで水を入れました。それぞれにこの元となる粉を入れていきたいと思います。グリーンはマスカットソーダ味だそうです。だそうだだそうだだそうだ、入れて70回ずつ混ぜるそうなんですけどね、合ってるね。なんか、あ、すごい甘い香りがします。すぐ混ぜないといけないとこないのかな。とりあえずスプーンが2つあるんですけど、はい、ね、上から見るとはい、3色はこんな感じです。これを70回ずつ混ぜていきたいと思います。混ぜます。1、2、3、4、5、6、7。はい、次ぶどう味。1、2、3、4、5、6、7。一応70回は混ぜたんですけどまだちょっとダマになっているところがあるのでそこは混ぜてみようと思います。
そしてこの紫と青の部分もトレイは切っといた方がいいみたいなので切っておきます。トレイを切り離して混ぜてはいるんですけど、なかなかダマはなくならないんですが、これで次の工程に進みたいと思います。次はこの大きなスプーンとこの2色をこの中に入れるみたいなのですが、大スプーンに玉の素を注ぎます。ちょっと入れてみたいと思います。これをこういう、そーっと入れます。あ、ブリシル不思議ジュースの中に入れていきます。なかなか丸くならないんですけど、どうしたものでしょうか。写真だと綺麗な丸になってるんですけど、ちょっと待って、これ入れすぎかな。ちょっとぶどうの方も、ぶどうの玉の素も入れていきます。あれこれはちょっとおかしいな、ことになんかすごいグロテスクな感じ。アメーバみたいになってるけど大丈夫かな。はい、とりあえず入れてみました。この後はですね、大スプーンをくるりと回して玉を不思議ジュースに落とし、くるりと回してがミスったのかな。あ、でもなんか硬い。はい、すでに玉の元がバラバラになっているんですけど、入れ方がまずかったのかな。スプーンをくるりと回して落とす、くるりと回して落とす。あ、これは一つパープルが成功したような気がします。これで残りはなんと5分待つと固まるそうです。では5分間待ってみたいと思います。はい、ということで5分が経ちました。相変わらずこのゼリーの見た目は決していい形とは言えないのですが、あ、すごい固まってますね。ちょっと早速出して食べてみたいと思います。はい、こちら出してみたんですが、すごいぷよぷよ、あ、きつく強く押してしまうと中身が出てしまいました。触った感じはあまり強く押すと中身がまだ柔らかいのか
水分がたくさん出てきました。はい、ではちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、このつかめる不思議玉ゼリーを食べてみたいと思います。このスプーンでこんな感じです。いただきます。閲覧注意な感じ。いただきます。次ソーダ味、次ぶどう味。ということで不思議発見、つかめる不思議玉、ちょっと前から興味があって、実際だから触れる水とかってどんな感じなのかなっていうのは気になったんですけど、あ、こういう感じかっていう、なんかとても柔らかいぶどうを皮ごと食べた感じがしました。ちょっと私の感想では分かりにくいかもしれないんですけども、私はコンビニで見つけたので、興味を持った方はぜひ食べてみてください。この中には大量に残ってしまっていますが、責任を持って美味しくいただきたいと思います。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございます。つかめる不思議玉、きっとお菓子を食べてみよう動画、最後までありがとうございました。それでは、おつだまこです。